二日、四温泉は、福岡県筑市の市亡町にある温泉。平家湯は、奈良時代である。歴史上の記録では、万葉集に収められた、太宰卒、大友旅人の読んだ歌に初めて記されている。立地は、太宰府成長における、詩人総応の南の須坂に否定されるとも言われる。古くは、杉田の湯、薬師温泉、近世は、武蔵温泉と呼ばれていた。 江戸時代には、筑前藩主黒田氏専用の御前湯が置かれ、二日、死温泉と命名されたのは1950年である。博多湯二日、死温泉を貫通する福岡県道7号 JR 二日、市駅の南西、直線距離約500メートルの福岡県道7号、筑紫のインターン線沿線に温泉街があるが、同駅には東温泉の反対側にあたる。 東側にしか改札口がない。博多の奥座敷とも言われ、昭和天皇、江沢民、三空ひばりらに縁がある旅館、大丸別荘を含む7軒の旅館のほか、博多湯、午前湯2軒の共同浴場が存在する。午前湯の夏目漱石石碑、大友旅人は、太宰夫婦人事に妻を亡くし、この温泉にて、万葉集にも収録された以下の句を詠んだ。 湯の腹に泣く足立つるは我がごとく妹に恋触れやとき、若ずなく幕末には三条耳がこの地を訪れ、以下の句を残した。湯の腹に、あそふ足立つこととはむなれこそ調べ千代のイニシエス1896年には、夏目漱石が新婚旅行に訪れている。戦後は、歓楽街としても栄え、 芸技組合なども存在した。ありがとうございます。